おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文雄が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントスペシャルテクニックをお伝えしたいと思います。コミュニケーショントレーナー高野文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は私の家の裏にあります古六神社の境内からお伝えいたします。今日は6月は27日木曜日、晴れのいい日ですね。はい、このですね2日間は広島から東京都知事になりたいなと思って来られた石丸伸二さんのことをお話ししましたところですね、2日前はたまげました。2日前はたまげました。1700人もの方が朝一番見てくださるんですよね。1700人ですよ。嬉しかったですね。そしてですね、昨日もですね石丸伸二さん栃木候補ですねについてお話ししたらですね、750人ぐらい見てくださってるんですよ。ありがたいなと思って、発信の瞬間にですね1000を超える視聴者数がですね、1000を超えるというのはですね、ホリエモンとかですね、成田さんとか超有名なYouTube のレベルなんですよ。まあそういう日もあるということはですね、私にとったら本当にですねやりがいにつながりますね。視聴者の皆様ありがとうございます。はい、今日はですね、私は今年この都知事になっていただきたいなというお二人いるんですけれども、もちろん石丸伸二さんとですね玉上俊夫さんですね、この2人がですね本当に東京あるいは日本国のためには一番重要なですね都知事に知事になってほしい方ですね。頑張ってですね石丸伸二さんなってくれないかなと思いますが、今回ですね石丸伸二さん緑の嘘つきだぬきがですね、強烈なですね組織票を持ってますので、多分嘘つきグリーンたぬきがなってしまうでしょうが、この都知事選の活躍でですね石丸伸二さんは大変世の中に高評価を得てますから、秋崎のですね衆院選参院選でですね国政で受かると思います。そしてですね、まあ余震場ですね、東京で、ダメならですね広島に帰ってですね広島の知事になると思いますよ。いずれにしてもですね素晴らしい能力のある方です。私は政見放送を見てですね驚きましたね。まさにですね私が皆様にコミュニケーショントレーナーとして、トレーニングしてますですね、スピーチは3つ以上のコンテンツを言ってはいけないというですね、人を説得するにはですね5つも6つも7つもあるでしょうが、ぐっと抑えてですね3つお伝えしたいことがありますと、3にこだわれというお話があるんですよ。これは世界共通です。3つ以上言うとですね人は閉ざします、聞く耳閉ざします。2つじゃダメです。あ、内容がない人だな、コンテンツない人だなと思いますから、3つのお願い聞いてっていうのは、これはですね世界共通のミラクルナンバーなんですよ。はい、石丸伸二さんはそのことを分かってますね。彼の政見放送でこう言いましたよ。
今日は皆様に3つお伝えしたいことがあります。私の都知事になった時の、はい、目標は3つです。3つですから皆さん聞いてくださいって言えばですね、お、3つか、3つなら俺も覚えられるぞ、バオーって耳がですね、マンモス耳ダンボになるわけですよ。5つも6つも7つも10も言った日にはダンボ耳どころか、ネズミならまだいいけど虫の耳になってしまうんですよ。はい、皆さんですね、後ろのですね、バッグにつけておきますから、石丸伸二さんの政見放送3つあります。聞いてください。私はこの3つで東京を変えることで日本を変えますと言ってんですよ。あのプレゼンテーション、さすがアメリカで鍛えたんでしょうね。さすがですよ。やっぱり三菱バンクのようなですね、超一流企業上がりだなと思いますね。一方ですね、私がもう推してるもう一人の方はですね、素晴らしいシンセアリティ、精神のいい人ですよ。ただですね、スピーチはうまいとは思いませんね。余計なことを言っちゃうんですよ。この時点でですね、その方はですね、誰とは申しませんが、教育直後もう一度復活しますとかですね、今の憲法はぶん投げて帝国憲法を持ってきますとか、そういうことは思っててもですね、言っちゃダメなんですよ。ちょうどですね、我々一般の人間がですよ、まあ若い人がですね、実は僕は包茎でダチョなんですって女性に言ったらどうでしょう。それでも付き合ってくれませんかとか言った日にはですね、絶対あ、いいです、ブーですよ。包茎でダチョですが付き合ってくれませんかなって言う必要ない、パンツで隠しとけって言うんですよ。はい、人に受け入れられる、人に何か売り込もうと思った時にはですね、3つのお願い聞いてをやってみてください。私はこれアボカドの法則という方法でですね、大手企業あちこちにお教えしてます。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。